皆さんこんばんは。今回の車選びはね、ちょっと趣を変えて、まあ、こういう感じでね、ジャックと一緒にお届けしたいと思います。まあね、いつも堅苦しい感じでね、話すのもあれなんで、たまにはこういう雑談形式でね、まあ、ラフな感じでね、車のことについてね話したいと思います。それでね、前回は輸入車と国産車についてお話したんですけれど、まあ、その動画でね、コメントいただきまして本当ありがとうございます。外車はね、ハイオク入れないといけないからっていう話があったんですけど、私はもうずっと外車乗ってますし、もちろん商売でもね、外車はもう本当いっぱい扱いました。もうね、ベンツ、BM、ポルシェ、フェラーリ、それもね、古いのから新しいの、新車ももちろん扱いましたけど、はっきり言ってね、ハイオクなんか入れたことないですよ。まず入れないです。売る車でもね、ハイオクなんか入れたことないですね。お客さんにね、言われてもね、入れないですね。だって、レギュラー入れてたからって車壊れることもないし、調子悪くなることもないし、燃費が悪くなるとかね、力がないとか、全くそんなことないですから。ただね、唯一ね、私はまあお金があるときはね、セダンが1台、あとオープンカーが1台、四駆、4WD が1台、まあ常に持ってましたけれど、そのね、セダン、まあ、これ新車でね、買って1500万円くらいする車なんですけれど、まあ車検ごとにね、お金があるときは乗り継いでました。その車だけはね、早く入れてましたよ。でも別に私はレギュラーでいいと思ってたんですよ。ただ、なんかね、そんな高い車ね、レギュラー入れてたらみっともないでしょ。まあお金も、まあ別にお金持ちだったわけじゃないけど、まあ、その時お金に困ってたわけでもないから、その時はね、ハイオク、その車にだけ入れてましたよ。見え張ってね、なんかこうケチでせこいとか思われるのも嫌だから、ね、だからカッコつけるためにね、ハイオク入れたことはありますけれど、ハイオクじゃなきゃダメだって言ってね、その車にハイオクをね入れたことはないですね。まあ、ほぼね、もう 99% レギュラーです。まあね、細かいことを言えばね、オクタン価が違うんですけれど、でまあ、そのオクタン価ってこういうね、亀の形のね、分子構造がありまして、酸素と結びつく手がいくつあるとかね、まあ、そんな話なんですけど、まあ、あんまりそういうね、細かいことを言うよりもね、論より証拠、まあ、仕事でね、車を扱ってて、普段レギュラーを入れててね、それでなんか差し障りがあるとか全くないです。ヨーロッパのね、レギュラーの基準と日本のレギュラーの基準って違うんでね、まあヨーロッパではレギュラー仕様が日本に来るとなぜかハイオクになるとかって話もあるんですけど、まあでもそんなのほとんど関係ないですね。車にはね、今センサーがすごくいいのがついてましてね、まあ、古い車ともかく O2 センサーとかね、あとまあノックセンサーってのがついてましてね、だからもうコンピューターで制御してますんで、まあそれでね、本当にね、力がどうのとか燃費がどうのとかね、それ誤差の範囲内ですね。だからまあどうぞご安心してね、レギュラーを入れてください。ただし、さあここから本日のハーマーズスキャンです。ね、確かに、レギュラーとハイオクでね、まあハイオクじゃなきゃダメだって、なんでって、車が調子悪くなるからって、まあ、たまにそんな話も聞くんですけれど、それはね、ハイオクがどうとかレギュラーがどうこうじゃないんですよ。昨日かな、ニュースでやってましたよね、宅配の灯油、こうお年寄りなんかがもうほら、一人暮らしのお年寄りなんかは灯油買いに行けないから、タンクローリー、小型のタンクローリーでね、こう灯油を売りに来てくれるんですよね。でそれを本当は18リッター入れなきゃいけないのに17リッターしか入れないで、でまあ1リッター浮かしてね、でもそれ18件もあれば1本浮きますよね。それが1日だったらもうものすごい金額が浮くわけですよね。それが1月だったら、まあニュースでは50万くらい浮くとか言ってましたけどね、まあ、こんなの私絶対やってたろうって思いますよ。だってなんでね、ポリタンクってこうメモリがないんですかね。それも不思議ですよね。
だから心配な人はね、こう18リッターね、水がなんか入れて測ってね、あのほらペットボトル1リッターでしょ、それ18リッター測ってこう線引いておくといいですよ、こうマジックかなんかで横から見てね。でもね、こんなのはね、日常茶飯事でね、医者だけじゃなくてもうみんなやってると思いますよ。で、あのニュースではね、なんか会社はね知らなかったと、うちの社員が勝手な、従業員が勝手に、あれ絶対違いますよ、あんなのもう会社ぐるみでやってますからね。それこの間表と裏ってね、私そういう動画上げましたけれど、あのニュースからそういうことを読み取らないといけませんね。あんなのも会社も分かってやってますよ。でそれももう業界じゃ当たり前の話になってると思います。もう立派な詐欺罪ですよね、本当ひどい話だと思う。だから、まあ、そういうテレビ局もすごいツッコミが甘いですよね。まあ、で話もっと戻すんですけど、まあ、何が言いたかったかっていうとね、普通皆さんガソリンスタンドでガソリン入れてますけど、そのガソリンは大丈夫ですかっていう話なんですよ。あのね、ガソリンってね、ちょっとくらい灯油混ぜたり軽油を混ぜても分かんないし大丈夫なんですよ。で税金も違うしね、全然それは灯油とか軽油の方が安いでしょ、ガソリンより。だからぶっちゃけた話、ガソリン10の中に、軽油とか灯油1入れたって、全然バレないし、それで莫大に儲かるんですよ実は、ね、だからそういうことはね割とよくあります。なんでかって言ってね、私なんかね、仕事でねそうやって車やってるとね、まあ在庫車にこうたまにこうエンジンかけてやらないといけないですよね、調子悪くなっちゃうし、でバッテリーも充電しなきゃいけないから。でね、こうガソリンを入れるんですけれど、ガソリンが腐るんですよ夏場とか。で普通ね、ガソリンなんて腐りませんって。でね、軽油とかね灯油が混じってるとね、ガソリンって腐るんですよ。まあ、腐るっていうかね、中に変なこうね、なんかモニョモニョっとしたものが溜まるんですよね。で、フィルターが詰まったりとか、あとひどいとインジェクションが詰まっちゃってね、大変なことになるんですけど、ノズルがね、噴射ノズルが。で、なんでそんなこと起きるのっていう、だから混ぜてるんですよ、要は。儲けようと思って、ブレンドしてるんですよね。でもね、あれね、スタンドでやってるだけじゃないんですよ。どういうことかっていうとね、まあ、昔は千葉なんかでね、ガソリン精油したらね、タンカー、小型のタンカーで、例えば、横浜とか、まあ、東京まで運んできたんですよね。まあ、その船長がやってるんですよ。船長が。船ってこうね、タンクって言うんですけど、隔壁があって分かれててね、そこにこの部屋にはガソリン、この部屋には灯油、この部屋には軽油って、あとこの部屋には重油とかってね、入れるんですけれど、要するにね、まずタンカーの段階でチョンボするんですよ。さっき言ったタンカーの段階で、ガソリンの中にそのこう入れるときにブレンドして、でガソリンを一部屋浮かすと、まあ、それはね、それで船長がポケットに入れちゃう。言ってる意味分かります？でそこでまずタンカーでそういうことやりますよね。で今度ね、トレーラーもそういうことやるんです。あれトレーラーも大型トレーラーは各壁に分かれててね、そこでもね、またそうやってね、チョンボするんですよ。で、スタンドもチョンボするでしょ。どん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 質が悪くなってきて、だから、そういうね、悪質な業者ってのは、悪質なところから仕入れるから、結局、悪質な燃料なんですよ。そうすると、もう結構ね、もう結構、ギリギリいっぱいのところまで行っちゃってるんですよね。で、そういうのをね、古い外車とかね、古いポンコツの車に入れると、途端にエンジンが調子悪くなったり、燃料が腐ったりするんですよね。だから、わかります。あ、このスタンドはね、ダメだなって、なんかやってるなって、私なんか商売でやってると分かります。だからもうちょっと言えばね、じゃあこれ廃屋ですよって言ってレギュラー入れたってね、分かんないってことですよね。まあ廃屋は実はちょっと色がついてるんですよね。なんでそんなこと知ってるかっていうと、昔金ない時にね、まあ勤めてる時に下取り車からねガソリン抜くんですよ、こうシュポシュポシュポって、ね、こういうなんかね、エーモンとかっていう、こうポンプが両方にこうついてね、こうパシュポシュポシュって、でこう抜いてる時にこう透明のねホースのとこ、こうガソリン見ると、お色が違う、これ廃屋だとか言ってねただ色が違うってだけで、まあ、色ついてるだけなんで本当中身まで見れないでしょ、匂い嗅いでも分かんないし、まあ、舐めたらね死んじゃいますからね、具合悪くなっちゃいますから。だからね、廃屋がどうだとか、レギュラーがどうだとかを気にするよりも、
いいスタンドを選んだ方がいいですね。信頼のできる、そういう不正をしない、でも不正をしないところが少ないでしょうね。まあ灯油をね1リッターごまかしてるなんて、あれは業界じゃね、もう暗黙の了解だったみたいですしね。まあね、その辺をね皆さんぜひ、気をつけてほしいと思います。まあね、これ本当の話なんですよ。まあなんでかって言って、まずタンカーの船長からそういう話を聞いたことありますし、タンクローリーの運転手からもねそういう話を聞きますし、あとまあスタンドね、まあスタンドはさすがにねうちがそんなことやってますよなんて言わないですけれど、まあなんかこのスタンド怪しいなってね思ってるスタンドの社長がねある時飲んでたんですよ。でその社長と一緒に飲んでね、あこの人はこうやるだろうなってそう思いました今日はねちょっとそういう裏話をしましたけれど、皆さんね廃屋がどうとかね、レギュラーがどうとかこだわね、私が保証しますから、あの廃屋仕様の車にレギュラー入れてもね絶対車壊れませんから安心してください。燃費が悪くなるとかね、力がそんなもん全然ないですよ。もうねご安心していただいてレギュラー入れてください。はい、ただしガソリンスタンド選びは慎重にということです。これハーマからのお願い、そしてジャックからのお願いでしたどうでしょうか、お役に立ちましたでしょうか。それでは皆さん、チャオ。